だけやってみるかな。このボーナスステップも仮にハマれば面白いことになりそうだし。
ゃない？いいでしょう。頑張るしかない。あ、これ、まだもやってない。
ンボ。だから大丈夫。頑張ろう。ちょっとまた本人が怪しいけど頑張ろう。
ラビットファイヤーキャノン。いるんじゃ。いやー、なにこれ、なにこれ。待って、これ俺の一番嫌いなやつ来た。パーフェクトしたことないやつ来ました。やばい、これはまずいな。一番嫌いなやつ来たぞ。まあ頑張るしかない。だって俺100倍ハンドルが見たことないんだけど、ぷかぷかとか。なんか100倍ハイトとかの時なんか光るらしいんですよね。お、こんな感じで、お、こんな感じで、お、なんでなんで300だ。初めて見た、あんなんなんだ。100枚以上。ああ、これパーフェクトしたら面白いよ。パーフェクトしたいよ。何色がいいかな。じゃあ緑にする。ここにしよう。あ、やばい。あ、これ爆発するんじゃない。嫌い、このゲーム苦手。でもちょっと嬉しい。やった、自己ベスト更新。初めてこれで1000枚以上オーバーした。いや、でかい。やった、嬉しい。溜まるから全然いいや、どっちでも。さあ、あの木、さあ、このこれから出てくる黄色ボールにジャックポットかどうかを好きに決めてもらいましょう。どっちでもいいや、お好きなとこで。どこでもいいよ。さあ、好きなとこ選んでくれ。レッツゴー。君に委ねる。どこでもいいよ。君の好きなとこに入ってくれ。
75枚を選んだので、これジャックポットは獲得できませんでしたが、これで黄色ボールは6球獲得。これスクランブル狙うチャンスがあるな。さあゆっくり消化していきましょう。これスクラン狙ってもいいな。黄色級なんで大丈夫、安心してみて。コンボロンチャレンジ。
次が465円の払い出し。
ちょっと整地します。やばい、整地してるけど赤もつかなくなったし虹色もつかなくなってしまった。でもこれは真ん中が走る。何枚あるかな、流してみます。はい、残りあと2箱です。4箱終わった時点でもう5000枚突破しそうです。さあ入れていきます。やば、めちゃめちゃ増えた。ご視聴いただきありがとうございました。